皆さん、こんにちは。訂正とお詫びの、放送をしたいと思います。実は11月、28日、木曜日、桜ウェビナーで私が講演した中でですね、一つ、間違いを犯しました。それはですね、ドイツの、売春婦はこれ、ウクライナ人のドイツの売春宿の売春婦の 50% はウクライナ人ですと、こういう実はソース、はい、ですね、はい、こういうのがありました。このことを言ったんですけども、実はこれ、原文はこっちの方なんですけども、はいはい、こういうのがありまして、これをですね、私はこの情報を川口恵美さんから聞いたと話してしまいました。私はこれ信頼できる知人から教えてもらったんですけども、ちょっとそれ間違えまして、川口さん大変いつもいい情報、正確な情報を流しておられるんで、それと間違えたわけであります。これは完全に私の勘違い、間違い、ミスでありまして、川口さんの発言ではありません。ここのいわゆるウェルトというね、こういう、メディアの報道でありまして、川口さんの発言ではないこと、ということを改めまして皆さんに、お詫びと、訂正、それから川口恵美さんに対しても、大変失礼を申し上げましたと。彼女は実はこういうのをものすごくきちっと正確に伝えるっていうのを主義にしてるんで、私のこういう間違いは、誤解を呼ぶということで、ましてこの、売春婦の問題は非常に微妙な問題なんで、こういった情報自体はこういうものあるんですけれども、これは川口さんからの情報ではなかったこと、私がそれを川口さんから聞いたというような形で述べたということは、本当に彼女に対して申し訳ない、お詫びして訂正をしたいと思います。ということであります。私も弁解をするつもりはありませんけど、本当にいろんなところから情報をいただいたり、あるいは分析したりする中で、こういったミスを犯してしまいます。その都度誠実に訂正したいと思いますけれども、番組の中でもその部分はカットしたりですね、こういうふうに放送が流れましたという字幕を入れたりはしております。これからもこういう姿勢、しっかりと貫いて、正確で誠実な放送をしていきたいと思います。改めまして川口恵美さんに対しては、お詫びと、お詫び申し上げ、訂正をここでさせていただいたわけであります。よろしくお願いします。